木村一基王位と藤井聡太七段の30歳差対決。午前9時に藤井七段の封じ手が開封され、対局が再開しました。封じ手は8六歩です。また気になる昼食やおやつですが、藤井七段が午前中選んだのは道産の牛乳で作られた生クリームがぎゅっと詰まったどら焼きでした。注目の対局は今日の夜にも決着がつきます。